こんにちは。生態ニコニコスタイルのデノです。ということで今日はですね、自分の性、ちょっと反射してみます。自分の性のいいところということでお届けしていきたいと思います。ね、ちょっとこの自分の性のいいところって聞いて、ちょっとね、ちょっとスッとね、入ってくる人と入ってこない人がいると思うんですけども、これね、根本改善。痛みとか、コリの根本改善にとても重要になります。これを知らないとなかなかね、根本改善ね、できないかもしれませんので、ね、ちゃんと痛みとか、調子悪いなとかね、コリとか、まあ、そういったものを根本改善して、ね、気持ちよくね、生活していきたいと。楽しく、まあ、お出かけしたりね、やりたい方をして、ね、家事とか仕事はもちろんですけども、そういう風にして、ね、楽しくね、気持ちよくね、生活していきたいなという人はですね、ぜひ続きをご覧になっていただければというふうに思います。でですね、この自分の性のいいところってこれどういうことなのかと言いますと、まずね、この自分の性っていうところですね。もうこれ改善するにはですね、根本改善するには自分の性であるということがわからないといけないわけですね。例えば、腰痛になりましたと。腰が痛いですと。で、腰が痛いときに、まあ、腰痛くて、まあ、いろんなね、まず整体に来られるわけですけども、その時に、まあ、腰が痛いですと、こういうとこで偉いですと、ね。だけど、私は何もしてませんと、いうふうに、対面の方はおっしゃいます。なんで痛くなったのかわからないと。ね。なんで腰痛になったかわからない。なんで膝の痛みが出たのかわからない。ね。なんで調子が悪いのかわからないと。ね。私は普通にね、生活してただけなんで、特にね、その腰に負担かけるようなこともしてないですし、だいぶ気をつけてたはずなんですけども、腰が痛いというふうに、まあ、大概言われます。ね。まあそういうニュアンスのことを言われます。ね、簡単に言うとね。なんで、まあ原因がよくわからない。ね。自分が原因、自分のせいだなって分かってたら、原因わかるんですけども、なかなかそう思えないんですね。これはあなただけではないです。私もそうですし、みんなそうです。それぐらい自分のことってなかなか分かってないんですけども、だんだんとこの施術を受けたりとか、あとは体のね、歪みの確認をしてたりとか、検査をしたりとか、ね、あるいは日常を通してとか、まあ、いろんな場面で、だん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 と自分の体に問題があるなと。自分の生活の仕方に、なんか、直すべきところがあるなということが、だんだん分かってきます。だんだん分かってきます。ね。だんだん分かってくると、あ、なんかね、自分のこの癖で、なんか癖があってね、癖で骨盤が歪んでるな。で、骨盤が歪むと、痛くなるな。っていう、この流れですね。この因果関係、流れが、だんだんと、わかるようになるんですね。最初はわかんないです。私も全くわかりませんでした、最初ね。まあ、整体師になって、まあ、いろいろね、やっていくうちに、あ、もちろん来られる方のことはわかるんです。ですけど、自分のことってなかなかわからないんですね。で、それがだんだんと、ね、私も、あ、もちろん分かってたんですよ。もちろん整体師って分かってるんですけども、本当に身に染みて分かるようになったのはやっぱ徐々にですよね。だんだん分かるようになってきます。そしてだんだん分かるようになってくると、あ、これが問題だって分かるようになってくるわけですよ。ね。癖がある、変な癖があるわけですよ。歪ませる。だから痛くなるんだってことがだんだん分かるようになってきます。ね。それ骨盤じゃない可能性もありますけど、まあ、いろんなところですけども、ね。で、その癖っていうのは、これ自分でやってるわけですよ。ね。自分の癖なわけなんで、自分でその癖をやって、そして歪ませて痛んでるんで、まあ、ある意味、自分のせいですよね。痛くなったのは。もちろんそういう、例えば仕事をしたりとか、そういう体制をせざるを得なくて、ね、痛くなってるかもしれないですけども、でもやっぱり、自分の体でそういうことをやってますので、まあ自分のせいとは言えるわけです。ですから、ここが分かってくると、ようやくこの自分の癖を直そうっていう、ね、ことになってきて、
ちょっとね、日常生活ね、気をつけるようになったりとかね、施術受けるだけじゃなくて、その後ですね、施術受けて整えた後に生活ね、気をつけたりとか、あるいは気をつけててもやっぱ歪んだりしてきますんで、それを体操とかエクササイズして整えたりとかすることによってですね、だんだんとこの癖っていうのが改善していくわけですね。そうすると痛みっていうのが出なくなります。当然出なくなりますね。なんで自分のせいってことがわかるってことはとても大事なんですが、これがですね、自分のせいだと、この自責の念ですね、自己責任の念、自分が悪いんだっていうところが人によっては行き過ぎちゃう場合があります。そうするとですね、自分の癖なんだと、なんてダメなやつなんだと、私はなんて不甲斐ない、分かってんのにできないとかね、いうことで自分をこうね、がんじがらめにしてね、こう自分の首を絞めるようなね、そういうふうなことになっていくと、よりですね、骨盤が歪んでしまいますね、体幹部固まってしまいますので、そういう思考によって言うと体幹部固まって、より痛みが出てしまって、なかなかこの自分のせいとは分かって、自分の癖とは分かっていても、より治らなくなってしまったりすることがあります。ね、これ個人差がありますね。私もどちらかというとそういうタイプなんですけども。なんでそうなると、ちょっともったいないんですね。なんで今日はね、この自分のせいの良いところっていうのを知ってもらいたいなっていうことで、動画を撮ろうと思ったわけです。ね。だいぶこのタイトルにようやく追いつきました。で、自分のせいっていうのは一つの、まあ言葉ですけども、この言葉一つ、ね、この事実一つとっても、ね、いい面と、悪い面と、両方あります。例えば、なんかね、人が気づかないようなことに気づくとしますよね。それのいい面って言ったら、ね、人の気づかないところに気づきますから、ね、人が気づかないような気配りができたりとか、人が気づかないような何かこう散らかっているものが綺麗にできたりとか、いうことで、いい面もあります。ですが、人が気づかないところに気づいてね、それがちょっと悪い面が出てくるとですね、ちょっと、鬱陶しいなと。ね。ちょっと細かすぎないかと。いうふうにもなったりします。っていうふうにですね、この、人の気づかないことに気づくっていうところでもですね、必ず、いい面と悪い面、ね、この二面性がありますし、この二面性が常に、あるんですね。うん。この、どっちかしかないってことはないんです。必ずこの両面が、必ずあります。ね。キスでも切り離せないか、切り離せない関係ですね。髪の裏と表と一緒で、ね。この良い面と悪い面、必ず一体となって出てきます。で、それと一緒でですね、この自分のせいっていうのにも、ね、良い面と悪い面っていうのは必ず、ありまして。ね、悪い面って言ったら、もうね、こう自分のせいだと、いうことで、自分を責めちゃうんですね。責める。ね。自分のせいだと、責めちゃう。これは良くないです。ですけども、いい面もあります。ね。何かって言ったら、自分のせいだからこそ、根本改善できるわけですね。先ほど、最初ね、お伝えしたように、根本改善できます。ね。例えば、この腰痛がですね、腰痛起こりました。これが、誰か、人の、A さんのせいだと。ね。したら、ね、自分がどんなに施術受けようが、体操頑張ろうが、生活気をつけようが、A さんは別に何にも変わらないわけですよ。ね。だから、改善できないじゃないですか。ね。自分のせいだからこそですね、改善できるわけですよ。ね。そうですよね。あるいはその他人じゃなくて、例えば、何かこの、なんか仕事だったり、この家事をしたから、ね。痛くなるんだと。この家事のせいだ。この作業のせいだと。いうことになったらどうしましょうかと。ね。この作業のせいってことになったら、それもまた根本改善は、ね、難しいかもしれないですね。
で、もちろんそういう作業はあるかもしれないけど、それをね、工夫してやることもできるし、もしかしたらその作業を減らすことができるかもしれないです。ね、そういうふうに、ね、自分のせいだというふうにちゃんと捉えられたならばですね、それを何かこう対処する、ね、根本改善に向かって対処することができます。っていうふうな良い面があるわけです。ですから、これ両方見ないとダメですね。これこっちばっか見たらしんどくなっちゃいますから。かといって、ね、こっちばっか見てても、なかなかこうね、この自分の、このね、自責の自分の行為によってそうなったんだっていうことね、自分を、まあ、責めると言いますか、自分の責任なんだってことがあまりにも分かってないとしたら、ね、ああ、自分のせいなんだ、みたいな感じで、ね、なっちゃうと、何もね、こう、何か工夫したりとか、気をつけたりとか、そういう風なね、行動には結びついていきませんので、それもそれで良くなるし、でこの両面をちゃんと見てあげるってことが大事になってきます。ですが、これなかなか両面見れない。ね、どっちかに偏ります。いい方ばっかり見たい、ね、悪い方ばっかり磨いたりします。そういう時はもうね、体を緩めるしかないです。体を緩めてあげたら、だんだんとこの両方を見れるようになります。なので、ね、こっちしか見れてないなとか、こっちしか見れてないなという自分にもし気づいたら、ね、体を緩めてあげてください。方法は何でもいいです。ね、いろんな方法ありますので、わかんなかったら聞いていただきたいですけども、いろんな方法ありますので、その中で、これやりたいなっていう方法で緩めてあげる。そしたら、だんだんと自分の性のいいところ、ね、とか、もちろん悪いところもそうですけど、両方が、ちゃんと二面性が見えてきて、両方ね、見えて、この両方が内包されてる自分の性ってことがだんだん腑に落ちると、改善に向かっていく行動も伴うし、気持ちも伴うし、両方伴うんですね。どっちか片手落ちになりやすいですから、まあそこはちょっと気をつけつつですね、やっていただくといいかなと思って、今日は動画をお撮りしました。なので、またちょっとこれ聞かれてね、いやちょっとなんかよくわかりませんでしたとかね、納得できませんとか、こうなんじゃないですかとか、もしありましたらコメントとかね、質問とかね、直接聞いていただけると嬉しく思います。ということで、またね、根本改善のためにはですね、これ施術とか、治療法とかね、体操とかストレッチとかだけじゃなくて、やっぱこういう気持ちの面って結構大きいです。ね。結構この辺で改善できなくて詰まってたりって結構ありますので、まあそういう面からですね、やっぱね、やっていかないと根本改善難しかったりする時もありますので、今日はこのような動画をお届けしました。またね、こういった動画知りたいなって人は明日のチャンネル登録とかね、高評価マークしておいてください。ということで、まあいろんな面からね、根本改善の情報をお届けしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。ということで、今回の動画ありがとうございました。